でしょ。美味しかったね。3日とも美味しくて、腹パンパンになるぐらい、後引きずるぐらい毎日食べてました。すげえ、でっか。行くよ。眩しいね、もう。めっちゃ眩しいの。ザ・ガーデンズ・バイ・ザ・ウェイに来ましたが、来ましたよ。こんな感じ。ではこう。いい。うわ、すごくない？食べよう。いいよね。いいよね、これ。これ。こんな感じ。ここをちょっと歩いてみようと思います。今からスカイウォークしてきます。はい、今ね、下がってくるよ。わー、すっごい。この距離はこれ上来ないと見れへんな。すごい。すっごい高いわけじゃないんだけど、すっごい高く感じる。というわけでですね、今、ガーデンズバイザベイというところに来ました。ガーデンズバイザーベイからのマリーナベイサンズ、これはなかなかね撮れないよ。でこれ上のスカイラウンジみたいなところ、スカイウォークかって書いてあるところはね、1人10ドル、あ違う、スカイウォークは、あそう、これ、これね、これもう1人10ドルぐらい払わないと、ここタダでは来れないところなんで、ちょっとお金払ってきて。でめっちゃいい、価値ある。ここシンガポール来たら絶対来た方がいいです。グッド、グッド、ベリーグッド。ようこそ。ツアーリスト、ツアーガイド、関本。見てください、これ。やばくない？マリーナベイサンズとガーデンズバイザベイをこの距離でご覧いただけます。ここが僕のアナザースカイ、シンガポール。はい、カット。植物がすごいね、気持ちよさそう。やばいな、なんだこのロケーション、気持ちいいね。これは来てよかった。いいね。はい、というわけでラッフルズホテルに到着しました。見てこれ、来たかったところ、すごい。この豪華な作り、このために我々はフォーマルなね格好をしております。ドレスコードがある。すごい、見て分かる通り真っ白、うん、でも止まってる車とかもね、なんか来てる人たちも迎え入れの人たちもなんか服装がから違うよね。ちょっと高そうなというか、なんか伝統がありそうなホテルだ ね。こんな感じのところに来ております。でここで今からアフタヌーンティーを予約をしているので、どんな感じかね、ちょっと楽しみたいと思います。ちょっとあのお土産コーナーとかもあるので、そこも見れたらなと思ってます。はい、では行ってきます。楽しみ。はい、というわけで早速中に入ったんですけど、めっちゃ綺麗。この雰囲気、これはすごいね。なかなかのこの格式の高さというか、全体を通して作ってる雰囲気みたいなね、多分そうやね。みんなでいいものを作ろうという感じがすごいします。本当にセンスがいい、センスがいい。到着して、アヌティ到着しました。食べて。何から食べる？でもサンドイッチからにしようかな。下からって言ってたからね。それがね、だからツナサンドやね。うん。
プレーンかな。プレーンスコーン。それは何でしょう。クリーム、バター。バターっぽいな。でもなんか柔らかい。ソフトバター的な。そりゃうまいやろ。優しい、優しい甘さ、おいしい、ふわふわ。お上品な甘さ。こっちのチョコレートの方行ってみます。こんな感じやね。上のムース層と生チョコレートとスポンジケーキ層とみたいな感じかな。上には金箔が乗ってます。So tasty. So tasty. はい、というわけでやってきました、マリーナベイエリアですね。一言で言うとで、マーライオンパークその周辺に来ております。今バス乗ってきて、ラッフルズホテルのところでアフタヌーンティーを楽しみでショッピングを終わらせました。というわけで今からこの後ろに見えておりますマーライオンのところまで行きたいと思います。 Let's go。 はい、到着しました、マーライオン。おーっていう感じはない。すげーとかっていうのはあんまりないけど、これがマーライオンね。来たかったし来れたっていう感じ。かわいいな。うん、かわいらしいサイズ。周りを見渡す限りもうこれぞシンガポールというような景色が広がっております。いいね。かなり人は多いけどこれでも少ないらしい。この後恒例のガーってやつやってみようかな。Okay. やってきました、マリーナベイサンズのインフィニティプール。ドリンクも頼みました。一番おすすめのやつ頼んでみました。では乾杯。ストローやね、ドリンク。これアルコールやけど。おいしい。ジンって書いてたかな。めっちゃうまいこのカプセル、ね、めっちゃパイナップルもついてます。多分今ほんまにこう夕日が雲にこう隠れたりしてる感じだったんですけど、すっごい綺麗。ちょっとこの時間の移ろいとともに夜景になっていく感じとか楽しみたいと思います。多分もう顔俺赤くなってる。カクテルも飲んでクールでいっぱい写真も何百枚と撮りました。なかなか見れへんよね、こういう光景というか景色。映えるとかの前に楽しいこと。すごく楽しめました。今からはカジノに行ってお金を使って稼いで稼げるやりたいな。ちなみにあそこのお兄さんラビさん、名前覚えて、覚えてって言われた。注文したらここに持ってきてくれるというようなシステムになってます。なんかたまにアイス配ってる人がいて、キットカットとオレオの味のアイスが一人何本でも無料でもらえます。はい、今はですね、なんとマリーナベイサンズの57階セラビというお店に来ております。かっちゃんはこの旅を総括して一言で言うなら発見。発見、いろんないろんな発見があった。人を見たりとか、文化を触れたりとか、いろんな国の人たちがいて、いろんな文化がそれこそあって、本当に人種であったり、言語であったりとか、文化であったりとか、日本と全く違うなっていうのをすごい感じた旅だったなというふうに思っております。本当に最後まで無事に問題なく帰れるように、それだけです明日は。はい、楽しみたいと思います。お支払いを
したマネージャーみたいな人にここ来なよみたいな感じで連れてきてもらいました。さっきとはちょっと違う場所、クラブの方か、ね、こっち、こっち、はい、プールまでこんな感じ、分かるかな。さっきは端っこ、もっともっとあっちの方にいたけど真ん中ぐらいに連れてきてもらいました。すごい景色だ、マジで。シンガポールのパワーを感じる映像です。しっかり目に焼き付けて帰りたいと思います。